アルベルト・ホセ・カヤス・ポブリトーは、ベネズエラ・アラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。独立リーグ・アトランティックリーグのウェスト・バージニア・パワー、所属。2001年2月16日にアナハイム・エンゼルスと契約。2002年、ルーキー級プロボ・エンゼルスで、プロデビュー。70試合に出場し、打率33。338.3本塁が、60打点。 13盗塁だった。2003年は A 級シーダーラピッツカーネルズで133試合に出場し、打率327.2本塁が67打点、20盗塁だった。2004年は A 級アーカンソートラベラーズで136試合に出場し、打率284.6本塁が48打点、15盗塁だった。 オフの11月18日にエンゼルスとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした2005年2月25日にエンゼルスと1年契約に合意 AAQ アーカンソーで開幕を迎え89試合に出場打率297.10本塁打49打点9盗塁の成績で7月16日に トリプル A 級ソルトレイクスティンガーズへ昇格。トリプル A 級ソルトレイクでは50試合に出場し、打率316.1本塁が31打点に盗塁だった。2006年2月24日にエンゼルスと1年契約に合意した。2006年2月28日にジェイソン・バルジャーとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。3月24日に 参加のトリプル A 級通ンサイドワインダーズへ移動した。開幕後はトリプル A 級通ンでプレーし、8月6日にメジャーへ昇格。同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。7回裏に代打として出場し、1打数無安打に終わった。その後は主に代打として11試合に出場したが、安打を記録したのは2試合のみに終わり、8月25日に、 トリプル A 級通ンへ降格。9月16日に最初を浮した。この年は23試合に出場し、打率238.6打点だった。2007年は開幕ロースター入りし、開幕後は二類種、三類種、遊撃種、右翼種を守るなど、ユーティリティープレイヤーとしてプレーしていたが、5月10日に、妻への DV 容疑で逮捕され、5月11日に、 制限リスト入りした。後に不起訴となり、5月19日に復帰した。復帰後は12試合に出場したが、6月14日にトリプル A 級ツーソンへ降格。9月5日に最初を浮かした。この年は56試合に出場し、打率215.7打点1盗塁だった。ロイヤルズ時代2007年12月14日にビリーバックナーとのトレードで、 カンザスシティロイヤルズに移籍した。2008年2月27日にロイヤルズと1年契約に合意。開幕後は2類と遊撃のバックアップとして起用されていたが、6月28日に非公表の病気を理由に15日間の故障者リスト入りした。8月23日に復帰。復帰後は、正2類種のマークグルジラネックが故障で離脱したため、2類種として、 先発に固定された。この年は74試合に出場し、打率305.16打点に盗塁だった。2009年は前年オフにグルジラネックが対談したため2類の定位置をダッシュ。自己最多の155試合に出場し、打率300.11本塁が73打点に盗塁だった。2010年3月4日に、 ロイヤルズと46万ドルの1年契約に合意。前年オフに肖像類種だったマーク・ティーエンがトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍したため開幕から三類種として起用された。4月中旬に三類種のアレックス・ゴードンが故障から復帰したため二類種に回ったがゴードンが5月2日に不調でトリプル A 級オマハロイヤルズへ降格したため三類に復帰した。 ロイヤルズでは88試合に出場し、打率275.8本塁が43打点3盗塁だった。2010年7月22日に、ショーン・オーサリバン、ウィルス・スミスとのトレードで、フルスのエンゼルスに復帰した。遺跡後も三塁手として起用され、58試合に出場し、打率249.2本塁が13打点2盗塁だった。 この年は2球団で146試合に出場し、打率265.10本類が56打点5盗塁だった。2011年1月11日にエンゼルスと1年契約に合意。この年は小像類種として141試合に出場し、本類打は規定打席に到達したシーズンとしては初めて10本に届かなかったが、打率は 288まで上昇した。この年は左投手相手に306とよく打った。三塁の守備では129試合で15失策を犯し、守備率は959と低かったが DRS は4だった。2012年1月16日にエンゼルスと315万ドルの1年契約に合意。この年も三塁のレギュラーとして三十八試合に、 出場し、打率は252まで低下したが2年ぶりに2桁本塁打を放った。守備面ではわずかに失策を減らし DRS も7まで上昇した。2013年1月17日にエンゼルスと総額900万ドルの2年契約を結んだ。4月19日に右足のふくらはぎを痛め15日間の故障者リスト入りした。五月三日に復帰。 エンゼルスでは86試合に出場し、打率252.5本塁が36打点だった。2013年7月30日にグラントグリーンとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍。移籍後は主に二塁手として起用され、50試合に出場。勝負強さを発揮して、決勝打や同点打を何度か放ち、5本塁打。 22打点という成績を記録。打率も移籍前から上昇し、打率270だった。この年は2球団で136試合に出場し、打率258.10本類が58打点だった。2014年は2類にエリック・ソガードが起用され、3類には前年158試合に出場したジョシュ・ドナルドソンがいたため、開幕後は、 指名打者の起用が続いた。その後は守備位置を固定せず、ユーティリティープレイヤーとして出場していたが、7月12日に、右ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。7月27日に復帰。復帰後は、ソガードが故障で離脱したため、二類種として起用された。9月に入ると打率は2割2部台まで下降し、終盤は代打起用となった。 9月30日に行われたロイヤルズとのワイルドカードゲームでは同点の延長12回表1死2塁の場面で代打として出場。ジェイソン・フレイザーのワイルドピッチでランナーが3塁に進むと勝ち越しの左前敵地打を放った。しかし直後の12回裏にサヨナラ負けを喫しチームは地区シリーズ進出を逃した。この年は127試合に出場したが2009年に 規定打席に到達して以降では初めて規定打席未達だった。打撃面では不振に陥り、打率223は自己アースト2位、4本塁打はホームランを放ったシーズンとしては自己最小の本数に終わった。守備では DRS が低下傾向にあり内野のユーティリティとして起用され指名打者としては34試合に出場した。 2014年12月15日にアトランタブレーブスと300万ドル、出来高100万ドルの1年契約を結んだ。2015年5月27日に、フアン・ウリーベ、クリス・ウィズローとのトレードで、エリック・スタルツ、イアン・トーマス、フアン・ハイメと共にロサンゼルス・ドジャースに移籍した。8月19日に、チェイス・アトリーの加入に伴って、リーフとなり、27日に自由契約となる。 2016年はベネズエラのウィンターリーグの出場のみ。2017年3月28日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約するが5月25日にメキシカンリーグのラグナユニオンカウボーイズに移籍。2018年3月1日にトレードでユカタンライオンズに移籍。5月2日にトレードでラグナユニオンコットンファーマーズに移籍するが 6月4日に解雇となる。オフはベネズエラのウィンターリーグに参加。2020年12月8日、カナダのセミプロリーグであるインターカウンティベースボールリーグのウェランドジャックフィッシュと契約。2021年5月28日、独立リーグアトランティックリーグのウェストバージニアパワーと契約した。ありがとうございます。